おはようございます。ジャクソンフィールドスタッフの及川力です。今回は、カワセミラプソディの新しいシリーズ、こちらのロットを使用して、私がホームにしている岩手県内の小渓流にて岩内豆を狙っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあここから釣れました。はい、オレンジベリーマッキッキーのイツキのイワナですね。5月のイワナってホワイトスポットがちょっと金色に輝いて見えるんですよね。なぜか5月特有なんですよね。釣れました。見えてたんですよ、サイトで。はい、ありがとう。これトラウトチューンのノーマルシンキング。もう雪代が終わって梅雨に入るまでのこの渇水の時期、特段有効だと感じるんですよね。釣れました。よいしょ。やっぱ釣れますね、トラウトチューン。やっぱりスローフォールが今の時期は特に効きますね。ですね、トラウトチューンノーマルはこうフォールがゆっくりなので、お、来ましたね。あ、釣れました。そのやっぱそのトゥイッチをかけた後にちょっと間を、ポーズを取らせるっていうイメージで使うと、特にこの水が少ない時のイワナは吹っ飛んできますね。明らかにそのメテオラとかヘビーシンキングももちろん釣れるんですけど、やっぱりこの時期はこの5月の雪代が収束して梅雨に入るまでの渇水期は特段それを嫌うっていう傾向があるので、トゥイッチ後のポーズ、ただ巻き、トゥイッチ、ポーズ、こういうのを意識すると超過を得やすいと思います。あ、釣れました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、こうチェイスが見えて、チェイスが見えたんですけど、その戻ってった石とかその隠れ家があるので、そこ付近に再度再アプローチで入れたら一発で食ってくれました。ありがとうね、バイバーイ。釣れました。やっぱ効きますね、トラウトチューンのスローフォール。そこのポイントがちょっと水深があるので、このレジストに変えてちょっと潜らせてみて誘ってみようと思います。お、釣れた。よし、潜らせて一発でしたね。よいしょ、よいしょ。潜った後のポーズでちょっとゆらーっと流されるのが、この水が少ない時期非常に好きですね、イワナさんは。すごい、もうほら、多分これカエル食ってますね、これ。ほら、足が浮いてる。多分飛び込んだカエルをそのまま丸飲みしてるって感じですね。あら、バイバーイ。そこ水深が深いので、今度はもうシンキングで物理的に沈めてボトムの釣りをしたいので、メテオーラの4号、
これでやってみたいと思います。ここやっぱ深いですね。水深が 1.5 メーターぐらいありそうなので、そしたらしっかり沈めて釣れました。ワンジャークしてフォール、よいしょ。メテオラ粉号のシミフォールがヒットにつながりました。このテールを食ってる時ってもうフォールで追いかけて追尾バイトなんですよね。まだ水は少ないけど活性が上がりきってないとか、あと虫食ってる時はこういうバイトになりますね。沈めてあげてジャーク、スイッチ、スイッチ、飛んできましたね。よし、チェイスしてきて手前まで追っかけてきて食いました。すごい溜まってますね、ここ。これやっぱりテール食ってるんですよ。追尾バイトですね、これは。はい、ありがとう。よし、釣れました。あ、網入れればよかったですね。結構いいサイズでしたね。今回使用したロッドはこちらの2機種になります。1本は、カワセミラプソディ S41L5 ピースと C41L5 ピース、どちらもレングスは4フィート1インチ。特徴としましては5ピースであるということ。こちらがこの付属のロッドケースに、収納することができて、でペットボトルサイズの、その収納サイズになるので、このままケースに入れた状態でバックパックやあとはベストに入れて、でメインのロッドの他に例えばサブとして持っていきたい方や、それこそ源流調光、両手が空いた状態で源流を底をするような場面において、活躍する機種だと思います。それで蛍光性に優れているだけではなくて、ロッドとしての性能面も非常に良くてですね、例えば今日ロケしたみたいなこういった小規模河川、ロッドを5フィートだとちょっと振りづらいような本当に小さい川とかでも、このレングス、ショートレングスを生かしてコンパクトな振りでキャストを決めて魚を釣っていくことに長けているロッドだと思います。川の全体的に水深が浅いのでメテオーラの4号にチェンジしたいと思います。よし、あ、ヤマメです。あ、結構いいヤマメだ。多分これは、あ、わかりますか、これ、ここの尻びれが白くなってちょっと長くなってるんですよ。これはその2年魚って言われるヤマメなんですけど、これは3年魚です。1回産卵をしてここの尻びれが削れてしまった後に、産卵後死なずに生き延びて、それで再生してる個体ですね。多分オス、あ、メスですね、これは。すごいいいヤマメです。あ、バイバイ。よし、これはヤマメですね。また結構いいサイズで、よいしょ、メテオーラの4号です。
幅あるヤマメですね。ありがとう。よいしょ、バイバイ。一番わかりやすいのは水深のあるところと、あとはその水深が10センチぐらいあれば、あとは流速、例えばさっきもこことか撮ったんですけど、もうヤマメがいるって分かったので、ヤマメが好む流速ってのがあるんですよ。なんとなくその見て体感で分かるので、そういったところをまずは打っているかどうかを確認しながら登ってって、でこういう明らかな場所、左の落ち込みとか、ここの2つの流れが合流して深くなっているようなところとかは、ほぼほぼ魚がつく場所ですので、そういったところを重点的に打っていくようにしています。よし、イワナですね。よしと、浅い場所はメテオラ4号がすごい強いですね。よし、バイバーイ。これは釣れそうですね。釣れました。イワナちゃんですね。エゾト日光の交雑種ですね。これはこのあれ黄色の点々があるのが日光の特徴で、あれはエゾイワナと混ざってますね。これ浅い川やってるとですね、フックがボトムに干渉するのですぐ刺さんなくなっちゃうんですよね。なんかこうやって針先を常に見ながら、で刺さりが甘いようであればすぐ研いであげて、こうすれば不意に大きいやつとかが来た時にかからなかったとか、そういうのがちょっとでも減るかなと僕は思ってます。ここ釣れそうですね。この石の下あたりに入ってんじゃないかな。ほら、いた。よしよし、結構いいサイズのイワナちゃんですね。よし、エゾイワナですね。これはありがとうございます。バイバーイ。はい、釣れました。イワナちゃんですね。よし、よし、とりあえずは釣れましたね。真っ黒ですね。石の隙間の穴の中にいました。はい、それでですね、今回使用する機会はなかったんですけれども、ジャクソンのカワセミラプソディの新製品としてもう2本、中本流域用の2本、こちらも紹介させていただきたいです。こちらの2機種は、今日みたいな小規模な河川ではなくて、中流域、中本流域って言われるところで大型の魚を狙うことに、特化させたモデルとなっております。こちらラプソディの 510LML、 こちらがですね、ショートレングスなのに7フィート並みのパワーを持たせたモデルになっておりまして、これからの時期始まる例えば本流ヤマメの釣り、川は広いんだけど、その使うルアーが5センチ6センチ、でそのルアーに対してハードなトゥイッチングをかけていくような釣りにおいて、やはり7フィートとかだと疲れてしまうし、その誘いのその表現力が落ちてしまうんですね。そういった場面用にこの5点というレングスを採用しました。そしてこちら 601ULL の方はですね、その例えば狙う魚が大きいんだけれども使うルアーが小さい場合、
例えば分かりやすいシチュエーションで言うと C&R 河川での大型レインボー釣りだったり、あとは本流のヤマメ狙いでもベイトサイズが小さい場合等に活躍すると思います。釣れました。はい、バイバーイ。よし、釣れました。よし、おーし、吹っ飛んできましたね。すごい、オレンジが、オレンジベリーが濃い。源流系のイワナですね。よし、でかい。よし、よいしょ、出ました。お、これはもしかして尺いってるかもしれない。はい、ありがとう、バイバーイ。はい、お疲れ様でした。今日一日このジャクソンの5ピース4フィート1インチのロッドで小規模河川一日釣り歩きました。数もねかなり出たし、まあ、満足いくサイズの、まあ、泣きジャククラスのイワナも出せましたし、個人的には満足しております。今日やったような小規模河川、ああいうシチュエーションにおいてこの41っていうレングス、あとその5ピースっていう傾向性に優れているロッドなので、山岳渓流を攻められる方やこういった小規模河川用のロッドとして皆さん使ってみてはいかがでしょうか。ということでありがとうございました。